おはる、はるはるです。今日はもろよい春散歩ということで、本日はですね、二子玉川に来ています。今日もたくさん飲んで食べて楽しんでいきたいと思います。もし時間があったら溝の口あたりまで歩いて巡っていけたらなって思っております。それではレッツゴー。まずは二子玉川駅の西口を出て歩いていきたいと思います。すごい、なんかふわーって歩いてみたんですけど、軽くなんかすごいお上品な感じじゃないですか。なんかすごい緊張してきちゃってどうしようどうしようと思ってそわそわしているんですけれども、ちょっと今日朝から何も食べてないので、とりあえずお昼食べていきたいと思います。お昼ご飯はこちら、あっちゃかーなさんにやってきました。こちらがメニュー。昼からすいません、人飲みビール注文しちゃいました。乾杯。最高、昼ビールうますぎる、たまらん。やっばい、エンジンかかってきちゃった、止まりません。うまい。人気ナンバーワンのキーマカレー、美味しそう。いただきます。なんだこれは、一口目でわかる深さ。スパイスが効いてるけど甘くて奥深い味、うん、まキーマカレーに入ってる大きな揚げナス、いただきます。やっばーい、じゅんちゅわー、元気出る。もうこのカレーの虜になっちゃった。美味しすぎてノンストップで食べちゃいました。ビールもクイッと飲んで大満足でございます。食後には可愛いサイズのコーヒーがつくのですが、コーヒーゼリーのような甘さで、だけど後味すっきり、カレーとよく合う、美味しかったです。ごちそうさまでした。あっちゃかーなを出てもうすぐ近くにあるカフェを今発見しまして、本当はちょっと気になってたチーズケーキ屋さんみたいなところ今行こうとしてたんですけど、その途中に可愛いカフェがあったので、ちょっと今日のスイーツはここにしようと思って帰っていきたいと思います。グルテンフリーカフェ玉クーヘンさんにやってきました。メニューはこんな感じ。かじった感じ。すごい。切りたてを出してくれるんですね。はい、すごい。カフェメニューだけではなくて、他にもお土産に良さそうなおしゃれなお菓子がたくさんありました。ではカウンター席でティータイムを楽しんでいきたいと思います。まずはハーブティーから。綺麗な色。こんな青いハーブティー初めて飲む。いただきます。乾杯。爽やか。ペパーミントかな、レモングラスかな。鼻から香りが抜けてリラックスできる。これはいい女のドリンクだ。玉クーヘン来ました。何この盛り方、かわいい、絵本に出てきそう。いただきます。クリームをつけてハム。甘さ控えめの
優しい味。グルテンフリーだとパサつきやすいのが結構多いと思うのですが、これはパサつきはなくてしっとりいただけます。クリームと一緒にいただくとなおしっとりします。お上品。カレーを食べた後でも玉クーヘンペロッといっちゃいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。さっきのカフェからだいたい30分ぐらい頑張って歩いてきました。いやー、結構いい運動になったな。こんなに1日こうお散歩30分するっていうのなかなかやってないんで、ふん、なんかね、足がじんじん熱くなってる。なんか、体がちょっとびっくりしちゃってる感じですね。ハレハレチャンネル。今だいたい高津駅、溝の口駅付近だと思うんですけど、ちょっとねここら辺でも食べ飲みしていきたいと思います。なんかさ、すごい気になるんだよね、ここ。これ何ですか。ではこちら、溝の口醸造所さんに行ってみたいと思います。店内はアメリカンな感じ。お一人様で来ている方が結構多く見られました。お持ち帰りもできるビールがたくさん置いてあります。選ぶの迷っちゃう。なんとこちらでビールが作られているみたいです。この日は1番、2番、4番、5番のビールが作りたてということで、私は5番のビールを注文しました。乾杯。うわ、甘い。ちょっと重めというか、ほんのり感じる苦味がめっちゃいい。仕事終わりというか、食後にティータイムとしてこのビール飲みたい。美味しい。最高に美味しいビールでした。あと、いつもさ、こういう撮影とか春散歩の撮影をしていると、飲食店とか利用するときは撮影許可っていうのを取っているんですけど、こうスタッフの方のこう気遣いとか優しさが本当に、今回も「どうぞどうぞどうぞ」とか「この角度映えるんじゃないですか」とか言ってくださったりとか、なんかね、すっごいあったかいんです。毎回こういう撮影をしているとほっこりした気持ちになります。本当にありがたいです。ありがとうございます。続いては牛乳食パン専門店ミルクさんにやってきました。以前インスタグラムでこちらのお店を紹介させていただいたので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。今回は東京ミルクソフトをいただきたいと思います。かわいいソフトクリームゲット、いただきます。めっちゃうまい。やばすぎる、これはミルクすぎる。牛乳 100% って感じ。なんかさ、ぶっといのが巻かれてるからさ、結構ね、ずっしり重くて、普通のソフトクリームよりも大量だよね。
なんか得した気分。ごちそうさまでした。ラストはこちら、大衆酒場ただいまさんにやってきました。メニューはこんな感じ。乾杯。おお、甘さ控えめのすっきり系のキウイサワー。はるはるはもうちょい甘めが好きかな。いただきます。おお、おいしい。こちらのもつはあっさりめなのでパクパクいけちゃう。ではうずら。うずら美味しい。そしてトマト。ああ、暑いよ。皆さんも気をつけてね、トマト。暑いけどうまい。うずらラブ、トマトラブ。そりゃ美味しいよ。これは食べる前から大好きな梅酒を注入。ご飯もいただきます。卵うま、濃厚でございます。でも意外と薄味であっさりいける感じ。優しい。今日はたくさん食べちゃいました。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。今日も食べて飲みました。ぜひ皆さんも気になるところがあったら行ってみてください。それではまたね。最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。 Twitter や Instagram も覗いてみてね。それではまたね。